全体が大きな磁石になっており、北極の近くに S 極、南極の近くに N 極があるため、方位磁針の針の N 極は北を、 S 極は南を指すのです。携帯電話やキャッシュカードなど皆さんの周りの痛いところで磁石が使われています。最後の問題になりますかね、阿部ペア。おい、はい。